り。山形新聞、山形放送の八大事業の一つ、第7回、山形新聞、山形放送杯ジュニアゴルフ大会が13日、天童市の天童カントリークラブで開かれました。ジュニア層に競技の場を提供し、本県ゴルフの振興や、裾野の拡大、青少年の健全育成につなげようと、2017年から開催しています。18ホールで、高校男女と中学男女、小学4から6年男女の6部門、9ホールで、小学1から3年男女の2部門を行いました。表彰式では、各部門の優勝者にカップが贈られました。第3位、ファイター雅彦さん、64ストローク。おめでとう。おめでとう。今日はショットが全体的に良かったんですけど、パターがチャンスにつけた時に入らなくて、ちょっとバーディーが取れなくて、ボギーとダボがあったので、そこは悔しいなって思います。みゆが世界で活躍しているのを見て、自分も世界で活躍したいなって思います。なんか学校ではお話ししたりすることはあったりする？結構仲良くて。あ、そうなんだ。去年同じクラスで結構今喋り話します。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どう、今日のゴルフいかがでしたか？いやー、今日はですね、やっぱまだ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 成長できます。僕はもっともっと成長して、もう大学生でもゴルフするんで、もっと練習してもっと頑張っていきたいと思います。まあ東北ジュニアが、まあ今年の7月の24、25に開かれるんですけど、まずそこで、まあ、いい成績を残して、あと自分の、まあ、高校生最後でのいい思い出を作りたいな、という感じですね。いや、ちょっと、情けないスコアでしたけども、頑張りました。ちなみに、はい、お父さんと息子さん、はい、一緒にラウンド回ると、はい、どっちが勝ちますか？もちろん私です。嘘です。すいませんでした。だともうすでにお父さんは超えてる。ですね。1、